シュレーターペンギンは、ペンギンモクペンギンかマカロニペンギン族に分類される、蝶類。別名、マユガチペンギンとも呼ばれている。学名の種賞味をスクリテルは、イギリスの動物学者、フィリップ・ラトリー・スクレーターに由来する。ニュージーランドのアンティポネス諸島、バウンティ諸島で繁殖している。少数の繁殖については、同国のキャンベル島、オークランド諸島などでの記録がある。 アンティポデス諸島では、東岩飛ーペンギンが、本種のコロニーに混ざって繁殖することがある。一方、オークランド諸島やキャンベル島でも本種が、東岩飛ーペンギンのコロニーに混ざっていることがある。批判食期には、同国のキャンベル島やスネアーズ諸島などは南極諸島、本島やチャタム諸島で確認されている。ニュージーランド領域外では、オーストラリア南海岸沿いやケルゲレン諸島、 フォークランド諸島、マッコーリー島で確認されている。体長約60から70センチメートル。死有動色だが、オスの方がやや大きい。背面と顔と喉は黒色で、前面は白色。くちばしは大蛙褐色で、周りの白い肌が際立っている。交際は赤褐色。足はピンク色から白色で、足の裏は黒色。 黄色い眉のようなカムは目の上を通って斜め上に伸びている。他のマカロニペンギン族と比較するとカウが逆立っている。AM エレクトクレステッドペンギンのエレクトクレステッドは逆立ったカウという意味である。またスネアッツペンギンと比較してカウがほぼ平行である。カウは自在に上げ下げできるヒナは背中がチョコレート色で前面は 白色から薄いクリーム色。社会的。一夫一妻制と考えられている。オキアミなどの甲殻類やイカなどを食べると考えられている。繁殖期は10から2月。海抜75メートルまでの岩場に集団繁殖地を形成する。9月上旬になると、オスが2週間後に、メスが繁殖地に戻ってくる。求愛行動には頭を上下に動かす。 体を震わせるなどがある。巣は浅いくぼみを小石で囲って作る。平坦な場所、緩やかな傾斜地、あるいは岩の隙間に作る。10月上旬から産卵時期に入る。卵は2つ産む。2番目の卵は最初の卵に比べて大きく、この大きさの違いはマカロニペン銀属の中で最も顕著。最初の卵は巣からなくなる。 1990年の研究では97%のペアが4日間の放卵のうちに最初の卵をなくし、うち58%のペアは2番目の卵を産んだ日に最初の卵をなくした。原因について大きさの違う2つの卵を放卵することに関連した力学的な難しさによる最初の卵の大きさは2番目の卵の半分しかないため抱くことが、 物理的に難しいなどの説がある。放卵は約35日間で両親が分担して行う。ヒナは11月中旬に孵化する。ヒナは最初の2から3週間、親鳥に保護される。その後、クレイシュが形成される。ヒナは1月下旬から2月上旬に巣立つ。巣立ちは約70から75日後に当たる。1978年の調査によると、 バウンティ諸島の繁殖期は、アンティポデス諸島より2から3週間遅いが、2012年の調査によると類似している。IUCN の2017年度版レッドリストでは、3世代にわたり急速に個体数が減少している点、繁殖地が、アンティポデス諸島とバウンティ諸島に限られている点から、エンデンジャードに分類している。ただし、減少率は緩やかになっていると見られている。 2017年度版レッドリストにおける成長の個体数は約15万羽と推定されている。また、アメリカでは2010年に餌により保護の対象になった。生息地であるアンティポデス諸島とバウンティ諸島への上陸はニュージーランド政府により規制されているため、この種に関する調査が困難な状況にある。また、 二つの諸島を含むニュージーランドのアナン極諸島は1998年にユネスコの世界遺産に登録されている。日本では2001年まで稚内市立のシャップ間流水族館での飼育が知られる。当館によると自然界での寿命が17年ほどと言われているがこのシュレーターペンギンは28年以上生きていた。ありがとうございます。